こんばんは、今日から YouTuber のこのみです。前回最後まで打ち終わったんですけれども、ちょっと修正したいところがあるので、今日はそれを修正してから、前回途中で切れてしまったので、最初から最後まで流せたらなと思います。よろしくお願いします。それではまずここですね、キャーのところ3拍分ぐらいなので、ここで表紙を変えます。これを4分の3拍子に変えます。そして次の小節はまた4拍子に戻します。ここの速さ、テンポっていう言葉が今出てこなくて、ここのテンポが少し変わるので、それも入力していきます。テンポもモアでここですね、小節線ですね。これが120、あとは中間部分の修正します。タッ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 ていう動きなので、不定四分音符を基準にして、速さは90、そしてここが、ここも3拍子に直します。のグリッサンドも修正しますね。あれ、これも気持ち左に移動したいと思います。結構細かい性格です。あまり変わらなかったかな。そしてここからまた4拍子に変えます。
小説選択してるんですけどね。ここもテンポを直します。最初が144だったので144で、四分音符、144適用。これで直すところはないかなと思いますので、最初から通して流してみます。ここは3回繰り返します。ちょっとここの間が空きすぎですよね。直してみようかな。まあいいやって思っちゃってたんですけど、やっぱりデレデレレ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 レ、ぐらいでいいですかね。ここ2拍にします。2拍子にします。でまた4拍子に直します。これで OK かな。もう一度最初から聴いてください。
どうでしょうか。ここもリズムの音に変えます。最初にあったもう一箇所もここもですね、ここも変えちゃいます。あとはここにタイトルが入っているんですけれども、それは設定スコアでタイトルっていうところでタイトルを入力して OK でできます。そしてそれだけだと左端にタイトルが来るんですけど、この画面編集画面に表示するトラック、あ、間違えた。レイアウトで、そうですね、編集画面一旦閉じてこの画面になったらこの右上の3本ラインで左上のこの画面の右上の3本ライン、ここの設定レイアウトで紙の種類だったり印刷方向だったりそのタイトルも位置が左端か中央か選べます。それで私は中央にしました。これで楽譜を見ていくと、もう歌詞がちょっと重なっちゃってますよね、ゾンゾンっていうところが。これ1ページに8 3段譜なので8小節しか表示できなくて、それがもう少しこうもう何段か入るといいんですけど、なので17ページまでなってしまいました。
個もかぶっちゃってますね。この括弧のところもちょっとかぶっちゃってますね。最後のページは2小節だけになっちゃってる。でも初めてなのでこれぐらいできればいいですかね。次回はこの楽譜が販売できるのかどうかを検証してみたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。